Nagoya City. City. I love Nagoya. ここからは名古屋シティ I love 名古屋。私も大好きラブ名古屋なここ名古屋市のいろんな情報をお届けしていきます。まずは名古屋生物多様性センター祭りのお知らせです。名古屋の生き物に関する情報を収集発信している名古屋生物多様性センターでは、今年も名古屋生物多様性センター祭りを開催します。名古屋生物多様性センターでは、川や池などに住む生き物を絶滅しないよう保全したり、アライグマなど動物の標本を収集し、生物の多様性について調査したりしていますが、こういった生き物や標本をミニ水族館、ミニ博物館として特別に大公開。また生物部などに所属する中高生たちが日々の活動を発表する生物多様性ユース広場や、ワークショップ、キッチンカーなどもお楽しみいただけます。名古屋生物多様性センター祭りは11月9日土曜午前10時から午後3時まで、地下鉄鶴舞線の塩釜口駅から徒歩5分の名古屋生物多様性センターで開催。入場は無料です。会場には駐車場がありませんので、お越しの際は公共交通機関をご利用ください。イベントについて詳しくは名古屋生物多様性センター電話052-831-8104 052-831-8104 までお問い合わせください。 Next. 続いて市バスでプチ旅番編のお知らせです。市バス地下鉄でちょっとお得に名古屋巡りが楽しめる市バスでプチ旅、第1弾スイーツ編に続いて第2弾パン編がスタートしました。専用デザインのバス地下鉄全線1日乗車券とマップに掲載された市バス沿線の魅力的なパンのお店全12店舗で利用できる200円分の割引クーポンがセットになって、価格は870円。12月16日月曜まで地下鉄の各駅や名古屋、栄、金山の交通局サービスセンターでお買い求めいただけます。さまざまなジャンルの人気パンを楽しむことができ、行楽シーズンのお出かけにもおすすめです。詳しくは市バスでプチ旅の特設ウェブサイトをご覧いただくか、交通局乗客誘致推進課電話052-972-3816 052-972-3816 までお問い合わせください。 名古屋シティインフォメーション。ではここで名古屋高速16号一宮線のリフレッシュ工事に伴う通行止めのお知らせです。名古屋高速では安全安心快適な道路サービスを提供するため、16号一宮線のリフレッシュ工事を実施します。これに伴い、一宮線の南行き一宮中入り口から名古屋方面清洲ジャンクションの間は、11月2日土曜深夜0時から10日日曜24時まで終日通行止めとなります。工事期間中は周辺の高速道路や一般道の混雑が予想されます。お車の利用を控え、公共交通機関の利用をご検討いただくほか、ご利用ルートの変更、交通量の多い朝や夕方を避ける時差利用にご理解ご協力をお願いいたします。詳しくは名古屋高速リフレッシュ工事の特設サイトをご覧いただくか、名古屋高速お客様センター電話052-919-3200 052-919-3200 までお問い合わせください。さて、今日ご紹介したお知らせに関しては、このコーナー名古屋シティアイラブ名古屋のブログサイトにもリンクが貼ってあります。ポッドキャストでも配信していますので、ぜひチェックしてください。名古屋シティアイラブ名古屋、今週木曜日もお楽しみに。